か、お母さんから聞いた？私たちの高校進学の話。ちょうどさっき聞いたところ、うち貧乏だから一人しか高校進学できないんだって。だったら双子なんて産むなよって話だよね。ひどいよこんなの。お父さんが急にリストラに会ったんだから仕方ないよ。お母さんも泣いて謝ってたし。泣いて解決するなら私だって泣いてやるわよ。ルーカ、落ち着きなよ。それよりもどっちが進学するか私たちで決めてっていうのがね。本当にどうしようか。そんなの決まってるでしょ。双子の姉の私が高校に進学するからね。あんたは中卒でとっとと働いてちょうだいよ。え？話し合いもなく決定なの？そんなのひどいよ。どこがひどいのよ。成績も運動もミカより私の方が優秀なのよ。私こそ進学すべきだわ。でも私だって行きたい高校あるし、そのために勉強頑張ってるし、少しずつ成績も上がってるんだよ。それでも私よりはまだまだ下でしょうが。うん。それに私、実は部活の推薦で高校入学は決まってるようなもんなのよ。え、推薦で？それってめちゃくちゃすごいことじゃん。そうなの。だから高校は私が行くべき。あんたは中卒。私その後大学にも行くつもりなの。あんたは中卒で働いて私の学費を稼いでくれない？え、私がルカの大学費用？大丈夫。中卒給料でも通えるように絶対国立大学に受かるから。そういうことじゃないよ。泣く泣く高校進学を諦めるのに今度は給料もルカに譲れって言うの？うちが貧乏なんだから仕方ないじゃない。あんたが私の学費を稼げばお母さんたちだってきっと楽だと思うの。これは親孝行なんだよ。双子同士協力していこう。でもこんなのってあんまりだよ。協力っていうかこんなの搾取だし、私だけ何も得してないじゃん。ひどい。家族なのに損得感情が大事なんだ。あんたって冷たい人間なのね。え？あんたがギャーギャー騒いでも一人しか高校に行けないんだから仕方ないの。恨むなら自分のバカさと貧乏な親を恨んでね。でもそれじゃあお母さんには私が進学するって伝えておくわ。あんたは残りの学生生活頑張って楽しみな。ねえねえミカ、私今度結婚することになったの。え、おめでとう。っていうかルカに彼氏いたの？私家族なのにそれすら知らなかったよ。へへへ、実は大学時代から付き合ってる彼氏なんだ。そうなんだ。黙っててごめんね。私の大学の学費って全部ミカに出してもらってるじゃない。なのに恋人なんて作ってたら怒られるかと思ってたのよ。そんなこと気にしなくていいのに。ルカ、本当に結婚おめでとう。結婚式が楽しみだね。あ、でもその前に両家顔合わせってやつかな。それなら大丈夫。両家顔合わせも結婚式も全部ミカ抜きでやるからさ。え？ミカは全然私のこと気にしなくていいからね。ちょっと待ってよルカ、どうして私抜きで全部やるの？ごめんねミカ、悪いけど私の結婚までに家を出て行ってくれる？私中卒の妹がいるなんて絶対に知られたくないの。え？彼の実家がお医者さん一家なのよ。そんな人たちが中卒の親族を認めてくれるわけないじゃない。そんなのわからないじゃない。私の中卒には理由があるんだし、説明すればきっと理解してくれるよ。それでも理解されなかったら？え？婚約破棄にでもなったら中卒のあんたが責任取ってくれるわけ？たかが中卒のあんたがさ。責任ってそんなこと言われても取れるわけないよね。だってあんた中卒の底辺だもん。あんたの謝罪には1円の価値もないし、責任なんて取れないよね。ちょっとルカ、さすがにそれは言い過ぎじゃないの？誰のおかげでルカは高校進学も大学進学もできたと思ってるのよ。全部自分のおかげですけど。は？高校進学したのは私があんたより優秀だったから、大学に進学したのはさらにあんたより優秀だったから、全部真面目に勉強してきた私のおかげよ。確かに勉強は頑張ってたけど、その犠牲は全部私なんだよ。あんたが学校生活楽しんでる間、私はせっせと働いていたのに、ルカの大学費用、ほとんど私のお給料から出てるのに。今まで私のためにいろんな我慢をしてくれてありがとね。大変な労働もお疲れ様。そのおかげで双子の姉は、無事に結婚できて幸せになれるわ。双子の妹を見捨ててね。そんな幸せ絶対長く続かないよ。続きます。って
底辺中卒の嫌味なんてダッサいわよ。私のために進学我慢してくれて心の底からありがとう。でも中卒の妹がいるなんて恥ずかしいから、私の前から一生消えて。消えてやるわ。その代わりどんなに助けて欲しくても二度と現れないからね。あんたは婚約破棄されようとどうなろうと関係ない。私はもうあんたのことなんて知らないから。あんた何言ってるのよ。彼氏とは順調で婚約までしてるのよ。今更婚約破棄になるわけないじゃない。そうだといいわね。とにかくこの家から出ていく私は全部無関係だからね。ねえミカ、あんた一体何してくれたのよ。彼から婚約破棄を言い渡されたじゃない。あら、予想通り早い婚約破棄だね。ついさっき彼から電話が来たの。私の浮気現場を見たから結婚は中止するって。私絶対にしてないのに。それじゃあ彼は一体何を見たんだろうね。ルカによく似たドッペルゲンガーでも見たのかな。絶対あんたが関わってるでしょう。双子だからって私になりすまして彼を騙したでしょう。騙したなんて失礼ね。私は家を飛び出した後恋人の家に転がり込んだだけ。その現場を勝手に見て勘違いしたのはあんたの婚約者でしょ。え、先週のことなんだけどね、彼とデートしてたらいきなり知らない男の人に肩をつかまれたの。そして急に浮気かって怒鳴られて怖かったな。先週その時はルカに婚約者がいるなんて聞いてないからびっくりしてさ、思わず何も言わずに彼と逃げたんだよね。昨日は彼の家に転がり込んだところまた捕まってさ、この浮気女めって吐き捨てられて怖かったな。嘘でしょ。それって確実にあんたと私を勘違いしてるじゃない。そう思って訂正しようかと思ったんだけどさ、もう私には関わりのない人たちのことだからいいかなって思って。よくないわよ。そのせいで双子の姉が婚約破棄を言い渡されたのよ。彼の誤解を解くから今すぐ家に戻ってきて。やだね。は？自分たちの前から一生消えてって言ったのはそっちでしょ。約束通りもう二度とルカたちの前には現れないから。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。私の結婚はかかってるのよ。息子の医者なのよ。私がどれだけ頑張って落としたと思ってるのよ。でもその医者の息子くんってさ、私のこと何にも知らないんでしょ。そこに私が急に現れたらまずいことになると思うけど。え？中卒の妹を知られたくないから私のこと隠してるんだよね。そんな中私が妹ですって現れたらどうなると思う？確実にもっと修羅場になると思うな。いやー、どうしようどうしよう。そしたら絶対にあんたの存在突っ込まれる。中卒の親族がいること全部バレちゃう。理解してくれない方たちなら確実に婚約破棄になるだろうね。ああ、もう浮気疑いで婚約破棄されてるんだった。それじゃあ一体どうしたらいいのよ。私は本当に浮気なんてしてないのに、彼がこの後私慰謝料を請求するって言ってるのよ。あらら、それは大変だね。もう婚約破棄になってんならミカのことバレてもいい。それより国会で慰謝料請求される方が絶対に嫌。私が浮気してないことを証明したいから戻ってきて。やーなこった。え、私は宣言通り二度とあんたたちの前に現れないから。それじゃね。私同棲したてで忙しいんだ。どうしてくれるのよ。あんたのせいで本当に医者料請求されたじゃない。総額300万も請求されたんだからね。お医者さん一家って怖いところだね。払えるといいね。なんで私が払うのよ。これは全部あんたが一人で払うのよ。え、私が？ミカが元凶なんだから全部ミカが払って当然。あんたのせいで彼が誤解して私は医者料請求されたのよ。中卒で働いてて貯金なんかがっぽりあるから余裕でしょ。春から高校行くから無理。え、貯金は学費と生活費に回すの。定時制の高校に通うんだけど、その間は残業できないから給料減るし。あんた高校に行くの？今更？もう二十歳超えてるのに。そうだよ。高校はいくつになっても通えるからね。バカじゃないの？中卒が今更高校通っても意味ないっつーの。遅れた青春を取り戻したくてもできないから。高校に通う意味ならあるよ。え？私、高卒の資格取ったらね。ソフトバンク株式会社に就職することになってるの。は？
ソフトバンクって大卒の私でも就職試験で落ちた大企業じゃない。なのにあんたが入れるわけないでしょ。へー、受けたことあるんだ。まあ私は向こうから声をかけてきたんだけどね。え？今の職場で仕事に必要な資格も技術力も全部手に入れたの。そしたら直々ドフトバンから私に声がかかったんだ。それってヘッドハンティングじゃない。それで最低高卒の資格だけは満たしてほしいって言われてね。でもいい人材作りのための投資は惜しまないって言ってくれたの。特別に最初はパート勤務で定時制高校に通って無事卒業して高卒の資格を取ったら正社員にする約束をしてくれたんだ。な、何よそれ。高卒の資格を取るだけで私よりも上の企業に就職するなんてそんなのずるいわ。ずるくないでしょう。中卒からコツコツ頑張ってきた私の努力の結晶だよ。私だってずっとコツコツ頑張ってきたわよ。なのに私は婚約破棄で、あんたは大企業就職なんてずるいじゃない。誰かを犠牲にした努力は努力って言わないんだよ。それじゃあね、慰謝料300万、なんとか誤解が解けるといいね。双子の姉のルカは、戸籍謄本や家族アルバムを使って、なんとか婚約者の誤解を解こうと頑張ったそうです。そのおかげで、浮気の疑いは晴れましたが、婚約までしたのに、虚偽の家族構成を伝えていたということで、結局は婚約破棄に。最終的には結婚詐欺だと言われて結局慰謝料を支払う羽目になったと聞いています。メイ、大変だ。緊急事態だ。え？緊急事態？何、どうしたの？会社に何かあった？あった。とんでもないことが起きたよ。とんでもないことですって？もしかして転勤？それともついに昇進とか？違うよ違う、そんなくだらないことじゃないよ。もっとすごいことだよ。転勤も昇進もくだらない？じゃあ何があったのよ。なんと俺の初恋の人と運命の再会を果たしたんだよ。はい？だから俺の初恋の人、何とか話したことあっただろ。中学時代のとても綺麗な子だっけ？そう、その子だよ。中学時代の初恋相手が俺の会社に、しかも俺の部署にやってきたんだ。派遣社員としてやってきたんだよ。それはよかったよね。でもそんなに盛り上がること？当たり前じゃないか。みつきちゃんって言うんだけどさ、当時から美人で有名だったんだけど、今日再会した時も美人のまま。部署中が色めきたってだね。そんなに美人さんなんだ。でも中学の同級生なんでしょ？向こうは新たなこと忘れてるんじゃない？って思うじゃん。それがなんと、みつきちゃん俺のことを覚えててくれたんだよ。え、そうなの？俺、部署中の男から羨望の眼差しを受けたよ。なんてったって俺だけ名前呼びだからね。男ってほんと単純ね。いやいや、お前はみつきちゃんの美しさを知らないから言えるんだ。みつきちゃんはな、中学の時に男子学生全員から告白されたと異名を持つ女の子だぞ。え、じゃああなたも告白したことがあるの？もちろんあるに決まってるだろ。確か俺は最多の15回告白して全部振られたけどな。ずいぶん悲しい中学時代だったのね。でもそんなみつきちゃんが今日から俺の部署に、しかも顔見知りだからってことで俺が指導係になったんだ。もう明日から職場がパラダイスだよ。パラダイスって。だから俺明日からはみつきちゃんに恥じない格好で仕事したいんだ。ワイシャツに全部アイロンかけておいてくれる？ネクタイもちょっとおしゃれなの買ってきてよ。はあ、そんなの自分でやってよ。女心を知るのは女だろ。少しくらい協力しろよな。はあ、っていうかね、本社のくせに他の女に色目使ってるんじゃないわよ。まさか初恋相手との不倫を狙ってるんじゃないでしょうね。そんなわけあるか。初恋の人に不倫なんて悲しい思いをさせるわけないだろ。付き合う時は潔くお前と離婚してからって決めてる。え？ネクタイ買ってくるついでに役所で離婚届もらってきてよ。俺たち離婚しよう。俺は綺麗な状態でみつきちゃんと働きたいんだ。あ、何言ってるの？離婚ですって？ああ、離婚だよ。だって初恋相手と運命の再会を果たしたんだぞ。これは神様のお告げなんだ。俺の本当の運命の相手はみつきちゃんだって教えてくれてるんだ。ああ、ちょっと新た、初恋マジックにかかって頭のネジぶっ飛んでるわよ。
私と離婚して初恋の人と付き合うですって。何バカなこと言ってるのよ。俺は至って本気だぞ。これが俺の運命なんだ。はぁ、みつきちゃん前まで結婚していたけど離婚して今独身なんだって。それで派遣に登録したって。まさかそんなことに同情してるんじゃないでしょうね。あんなに美人なのに離婚するなんて、きっと前の旦那さんはクズ男だったんだ。次こそは俺が幸せにしてあげないと。離婚理由は聞いたの？意外と女性側の離婚理由があるかもしれないわよ。みつきちゃんにダメな理由なんてあるわけないだろ。離婚理由は絶対夫側にあったんだよ。恋は盲目って言葉知ってる？とにかく時間がないんだ。次のダメ男にみつきちゃんが引っかかる前に俺が彼女と結婚しないと。だから頼む、俺と今すぐ離婚してくれ。本気で私と離婚したいの？私たちこれまで10年間楽しく夫婦をやってきたと思うけど。確かに楽しかったけど子供いないし、最近は友達みたいな感じだったじゃん。だからメイとは夫婦ではなくてもいいと思うんだ。なんですって？あらた、そんなこと思ってたの？それに俺がメイと離婚したら俺はバツイチってことだろ。それってさ、みつきちゃんとお揃いのバツイチ独身になるってことじゃん。お揃い？同じ境遇になればきっとみつきちゃんと今以上に親密になれるはずだ。そのために頼む、俺と離婚してください。もういい、わかった。何を言っても無駄なことがわかりました。え？あらだと離婚してあげるって言ってるのよ。仕事帰りに役所で離婚届取ってきてあげるわよ。本当か？助かるよ。ただし共有財産は放棄して、慰謝料請求しない代わりにこれくらいはいいでしょ。ああ、それは構わないよ。離婚したいのは俺のわがままだし。それと私はこの家を出ていくことにするから、どうぞ初恋の人とお幸せにね。応援ありがとう。俺みつきちゃんを幸せにできるように頑張るよ。メイ、少し話したいことがあるんだけど。何？こっちは引っ越しのせいで忙しいの。待って、話を聞いて。俺初恋のみつきちゃんと結婚したんだ。わざわざその報告のために連絡してきたの？新婚生活ののろけなら他の人にしてよね。私は引っ越し作業で忙しいんだってば。ねえ待ってよ、のろけなんかじゃない。俺結婚のことを後悔してるんだ。あ？俺メイとやり直したい。初恋の思い出を美化しすぎたって気づいたんだよ。あ？憧れのみつきちゃんと結婚できたんでしょ。今さら何言ってるのよ。今朝入籍してそのまま彼女が俺の家に引っ越してきたんだ。新たちも引っ越し作業中なんだ。そしたら彼女の荷物と一緒に小さい子供が二人来たんだ。え？それってみつきさんのツラ子？ああ、俺みつきちゃんに子供がいるって知らなかったんだ。っていうか子供のこと隠されてたんだよ。子供がいると逃げられそうだからって今日初めて子供たちと会ったよ。一回も会ったことないのに二人の子持ちだよ。まあいいじゃない、あなた子供欲しがってたし。よくないよ、だって子供みつきちゃんと浮気相手の子供だぞ。え、前の旦那さんとの子供じゃないの？みつきちゃんの離婚理由、彼女の浮気相手になったみたい。じゃあその浮気相手の子なんだね。でも当時の浮気相手が複数人いたから誰が父親かわからないんだって。そんなに？それを隠して産んで育ててたらしい。でも顔が似てないからって前の旦那さんに調べられて浮気バレしたんだって。うわー、ドラマ並みの悲惨さね。俺まさか彼女がこんな子だったなんて思ってなくてさ、騙された気分だよ。騙されたって、中学時代に比べたら生き方や性格は誰だって変わるわよ。相手に幻想を抱いたあなたも悪いと思うけど。だって運命だと思ったんだ。こんなの俺は手のいい ATM じゃないか。騙した彼女と血のつながりもない子供の生活費のために俺はこれから仕事することになるんだぞ。友達みたいな夫婦は嫌なんでしょ。いきなり子供ありの家族ができてよかったじゃない。やだ、こんな生活ならメイとの友達みたいな夫婦関係の方がまだマシだ。俺メイとまた一緒に暮らしたい。お答えイエス。もう離婚届も受理されたし、お互い新生活に向けて引っ越し作業中でしょ。今さら何言ってんのよ。何が新生活だ、
俺は騙されてたんだぞ。全男子学生に告白された女じゃなかった。あいつは全男子学生とキスした女だったんだ。俺初恋を美化しすぎてた。彼女から真相を聞かされて思い出したよ。美月ちゃんは全男子とキスするような尻がる美女だったってこと。あれ？でも新は15回告白して振られたんだよね。俺だけキス断られてたんだ。生理的に無理だって。当時のこといろいろ思い出してきて今本当に辛い。いやいや、思い出美化しすぎでしょ。もはや別の話になってるじゃない。俺って本当にバカだよ。思い出を美化してメイと離婚するなんて。頼む、俺とまたやり直してくれ。さっきも言ったけど無理です。もう今さら遅いのよ。じゃあさ、お願いがあるんだけど、メイが子供たちを引き取らないか。は？俺と10年も結婚してお前もいい年じゃないか。なのに独り身って寂しいだろ。子供を育ててみないか。バカじゃないの。どうして元夫の再婚相手を連れ子を私が育てるのよ。なあ頼むよ、もうそれしかないんだ。俺は彼女との子供を作って育てる。過去の思い出に勝つことはこの方法しかない。彼女との子供？新田、それ本気で言ってんの？当たり前だろ。美月ちゃんも大人になった俺なら正撃にセーフって言ってくれたし。でも身体的にアウトじゃない？え？新田、あなたまた大事なこと忘れてるわよ。自分が子供を作れない体だってこと、いい加減に思い出したら？はあ？だから10年間結婚生活を送っても私たちには子供がいないんでしょ？一緒に検査を受けてお医者さんから言われたじゃない。どうしよう、俺今思い出した。扱いマジックにかかって頭のネジ吹っ飛んだ影響かしら。こんな大事なことも忘れてたなんて。ごめん、俺初恋の人と再会した喜びで頭がいっぱいいっぱいだったんだよ。あ、ごめん、私そろそろ勝也さん来るから。じゃあね。待って、まだ話は終わってないよ。俺たちこれからまたやり直すってことでいいよね。全然よくありません。それじゃあお互い幸せになりましょうね。これ以降も新たから頻繁に復縁要請の連絡が来るので思い切って連絡を削除しました。引っ越し先も教えていないので、それからは一切連絡も来ていません。友達経由の噂によると、新たは美月さんと離婚することもできず今も一緒に暮らしているそうです。美人な初恋相手との再婚ということで周りからは羨ましがられていますが、実際は DM 扱いで家に帰ってもご飯も何も用意されていない日々を送っているのだとか。今週末ってお母さんと涼子ちゃん家にいる？お姉さんこんにちは。今週末は日曜日の夜なら二人とも家にいる予定ですけど、どうかされましたか？え、日曜の夜だけ？すみません。金曜の夕方から二人で温泉旅行に行こうって前々から計画してて。温泉旅行？何それめっちゃいいじゃん。どこ行くの？今回は近場で2泊しようかと思って草津に行く予定です。いいじゃんいいじゃん。私も金曜日暇だから一緒に行こうか。ケイタもどうせ金曜日の夜には帰ってくるし、ケイタは途中参加でもいいから、先に女子会みたいな感じで車リョーコちゃんが出してくれるでしょ。私高速道路のサービスエリアとか大好きなんだよね。でも宿は母と私の2人分しか取ってませんし。大丈夫だって、そんなのどうとでもなるよ。どうせしれっと入っちゃえばバレないからさ。いや、バレると思います。というか新しく部屋を取るとかじゃなくて、私と母の部屋に潜り込もうとしてたんですか？だってお金かかっちゃうじゃん。うちお金ないもん。結婚式と新婚旅行で貯金とかすっからか。りょうこちゃんならケイタの収入がどれくらいかとか知ってるでしょ？兄のお給料なんか知りませんよ。っていうか、私たちが一緒に温泉行けば日曜の夜にそっち行かなくてもいいし。ねえ、一緒に行こうよ。すみません、予約は二人ですし、もし温泉に行かれるならきちんと予約を取ってください。だからお金ないんだってば。というか今週末何かあるんですか？
母と私に用事でも？ほら、新婚旅行のお土産ずっと私そびれてたから、そろそろ私行こうかなって。新婚旅行って、確か半年くらい前に行かれてましたよね。そうよ。ケイタの休みがなかなか取れなくて苦労したけど、すごく楽しかった。その時の写真も見せたいし、今週末ならケイタの接待や休日出勤とかもないから、二人でそっちに行こうかって話してたの。そうでしたか。私たちは日曜日の夕方くらいには戻ってくる予定なんですが、日曜の夜はなるべく外出たくないんだよね。ケイタが月曜からまた仕事だから、体を休ませなきゃいけないって、日曜の午後は家でまったりするのがケイタの習慣だから。兄らしいですね。昔から日曜日になると家にこもりがちだったから、私は別に全然日曜の深夜まで出かけててもいいんだけどね。お姉さんは専業主婦ですもんね。そうそう、気楽なもんよ。狭いアパートで家事なんか限られてるし。っていうか、今週末、お土産渡すついでに話したいこともあったんだけど、温泉私たちも行っちゃダメ？宿がちゃんと取れるならいいんじゃないですか？だから、そりゃお金がかかるから却下。それじゃダメですね。勝手に部屋に潜り込むなんてルール違反です。ケチ。それじゃあ来週末は？来週末は日曜の午前中なら、また日曜？私も母も予定があるので。まあいいわ。日曜の午前中ね。ケイタにも予定確認して、その日にお土産私に行けそうだったら行くから。これから先予定入れちゃダメよ。わかりました。ところでお話っていうのは？急ぎじゃないんですか？急ぎっちゃ急ぎだけど、まあ来週でもいいっちゃいいから、直接会って話すわね。そうだ！日曜の午前中に行くからランチ一緒にしましょう。そっちの家の近くの美味しいお寿司屋さん。確か出前してたわよね。出前ならしてますけど、あそこの注文しておいて。もちろん特上だね。特上だとだいぶ値が張りますけど大丈夫ですか？私たちはお客様としてもてなされる側だから全然大丈夫よ。え、こちらが出す前提の話をされてますか？当然でしょ、お客様なんだもん。お母さんにお願いしておいて。お父さんの遺産だってたくさん残ってるんでしょ？お金に余裕あるんだから大丈夫じゃん。うちの母が生魚苦手だと分かってておっしゃってますか？それが？生魚が苦手な母に寿司を注文させて金を払えと。古き良き日本のおもてなし精神ってやつね。申し訳ないですけど、日曜日はお昼から予定があって、ランチはご一緒できそうにないです。じゃあ私たちの分だけ頼んでおいてくれればいいわよ。朝ごはん食べずに行くからブランチってことで。昼前にご飯食べてもいいし、母に相談してみますけど、いらっしゃる時間はこちらで指定させてください。 OK。 それじゃあ時間決まったらまた連絡ちょうだい。涼子も母さんもケチすぎない？せっかく俺たちがそっちに行ってやったのに、茶しか出さないなんて。寿司を期待して行ったのに、霞だって肩を落としてたぞ。非常識なのよ。お母さんが生魚苦手なの知ってて、自分たちが食べたいからって寿司の特上を出前で頼んでおけなんて、どこぞの国の王様にでもなったつもり？お客様として迎えればいいだろ。お客様なら行く先の事情も考慮してほしいわ。昼から予定があるから10時までに来てほしいってお願いしたのに、結局11時に来たでしょ。しかもご飯をたかりたいからってこっちの予定は無視して昼過ぎまで粘ろうとするし、結局無理やり追い出されたけどな、俺の家なのに。新婚旅行のお土産渡して話したいことがあるって話だったのに、お土産はなかなか出そうとしないし、結局出てきたお土産は冷蔵庫に貼るマグネット。なかなか話の本題にも入らないし、何がしたかったわけ？人のお金でお寿司食べたかっただけ？寿司食いながら話すつもりだったんだよ。ほら、交渉するときはなんか食べながらいいってどっかの誰かが言ってたから。交渉？その家俺たちに譲れ。は？家を譲れ？どういうこと？かすみが妊娠したんだよ。妊娠？それこそきちんと話すべきことじゃない。今住んでるアパートは二人までの契約で、子供ができたら出て行かなきゃいけないし、出産にも育児にも金はかかるだろう。
広い場所って必要になるし、子供部屋も必要になるからアパートから引っ越すことに決めたんだよ。それはそうなるでしょうね。それでなんで家を譲るなんてことになるの？俺は長男だし、父さんがいなくなった今、その家を継ぐべきなのは俺が最もふさわしいだろ。いや別にそんなことないと思うけど。俺がその家の主になるべきなんだよ。かすみもそう言ってた。だからその家は俺たちが使って、お前たちはどっかに引っ越せ。ちょっと待ってよ、引っ越せって急に何言ってるの？そもそもこの家はお兄ちゃんのものなんかじゃないでしょ。名義には別だし、今さらいろいろ変更するのも大変なのよ。いろんなところに連絡しないといけないし。その辺は母さんがしてくれるだろ。初孫だぞ。喜んで家だって明け渡してくれるはずだ。実は再来月ちょうど更新なんだよ。だから来月に引っ越そうと思ってる。出産してからの引っ越しより妊娠中に引っ越した方が後々楽だろうしな。来月引っ越し？そっちで勝手に決めて勝手に進めないで。お母さんや私の住むところはどうしろって言うのよ。お前は独身だし身軽だろ。母さんだって父さんの遺産があるんだから、どこだって引っ越せるじゃん。なんだったら母さんの地元に帰ればいいし。お母さんの地元って飛行機の距離よ。それが？それだってお姉さんといいお兄ちゃんといい、自分勝手にも程がある。とにかく来月に引っ越すから、そのつもりで。初孫とお前にとっては初の甥っ子か姪っ子のために分かってくれるよな。そういうことだから母さんにも伝えておいて。ちょっとそんな大事なこと伝言させないでよ。お兄ちゃん？自分でお母さんに伝えなよ。お兄ちゃん。りょうこちゃん、引っ越しの日取り決まった？お姉さん、妊娠されたのはとてもおめでたいことですし、お祝いしたいとも思いますけど、だからって家から出ていけなんてあんまりです。これから2人目3人目って産む予定だから、広い一軒家じゃないと困っちゃうのよ。でもケイタのお給料じゃ一生一軒家なんて難しそうじゃない？今からフルローン組んだとしても、すごい狭いところに立ってる中古の3階建てが関の山だし。それはそちらの経済的な問題ですよね。こちらには関係ないと思いますけど。私ね、ケイタと結婚した時からずっとその家もらおうって思ってたのよ。結婚した時から？私たちお互い30過ぎて結婚してるから、早く家も欲しいし、子供もたくさん欲しいし、だから早く行動に移さないとあっという間におばあちゃんになっちゃうわ。子供を産んだら教育費とかお金すごいかかりますよ。一軒家も建てられない兄のお給料で大丈夫なんですか？その辺は大丈夫よ。その家をもらう代わりに、お給料は生活費と教育費に全振りできるから。家のお金は何も払わない前提？もちろん税金的なのは払うわよ。あれ名義の家になるんだもの、当然よね。そうですか。りょうこちゃんはそろそろ結婚した方がいいと思うのよね。実家を出て、お母さんだってお父さんが亡くなって2年でしょ。もうそろそろ新しい恋を探してもいいと思うわ。そうなるとお父さんとの思い出が詰まったその家はいろいろ邪魔になるでしょ。どうしてもこの家に引っ越してきたいんですね。当然じゃない。一軒家がいいけど、ババアと同居は嫌なの。自由が一番。早くその家から出て行って私たちにちょうだいね。じゃあ出て行きます。やったー、ラッキー。来月でしたよね。来月末でもいいですか？早めがいいな。新しく住む場所を探すにも時間がかかるんです。私は平日は仕事をしてますし。仕方ないな。それじゃあ来月末、これ以上伸ばせないわよ。ちゃんと期限守ってね。それではまたご連絡します。りょうこちゃん、今すぐ電話出て。お母さんにかけても繋がらないんだけど。母は兄もお姉さんもブロックしてますから。まあブロックの設定をしたのは私なんですけど。どうして？だって母と関わりを持ちたくなさそうでしたから。そりゃそうだけど、緊急事態なの。緊急事態？今ケイタと一緒に引っ越してきたんだけど、中がもぬけの殻っていうか何もないのよ。そりゃ家具家電全部持って出たし、必要ないものは売却しましたから。え、
待ってよ、そんなの困る。ロボット掃除機とか調理家電とかそういうのないと生活困るじゃん。どうしてですか？そちらも自分たちの家具家電を持ってきたんじゃないんですか？普通引っ越してそういうものですよね。全部ケイタが一人暮らししてる時から使ってたから、一人暮らし用のやつばっかだったし、古いから捨てられるものは捨てちゃったわよ。洗濯機も冷蔵庫もテレビも、この家なら最新家電もあったし、テレビもでかいのあったから。私たちが引っ越すのにどうして家具家電まで置いていくと思ったんですか？家具家電含めた家をまるっと欲しいって話のつもりだったの？そんなことを聞いていませんし、家も譲れ、家具家電も譲れなんてわがままにも程があります。これじゃ生活できないじゃない。これから買い揃えればいいじゃないですか。そんなお金あるわけないでしょ。お金がないからわざわざあんたら追い出してこの中古の一軒家を乗っ取ったんじゃない。それじゃあこれから大変ですね。家賃毎月18万払わないとですし。え、家賃18万？なんで？兄から聞いてませんか？ケータもそんな話知らないって言ってる。でも2週間前不動産屋さん同席で契約の品押しをした時にきちんと説明してましたし、書面も渡してるはずですけど。そんなの説明なかったからほとんど聞いてなかったって。っていうか競馬の情報を聞くのに必死だったって。競馬？まさかあの時イヤホンでもして競馬の実況でも聞いていたって言うんですか？大事な競馬のレースだったのよ。呆れた。でも説明はしてますし、聞いてなかったのはそちらの落ち度です。債務ももう済んでいて、借主は母から兄に変更されてます。借主？家賃とか借主とか何それ。まるでこの家が賃貸みたいな。ここってお父さんが生前に買った持ち家じゃないの？遺産としてお母さんがもらったんじゃないの？何言ってるんですか？私たちの実家はずっと賃貸ですよ。兄も私も小学生の時に引っ越してきた賃貸です。賃貸？もともとその家の持ち主は父の兄であるおじなんですけど、おじは世界を飛び回る仕事をしていて日本にいることが少ないんです。いても数日とか数週間レベルなんで、この家は管理も兼ねて父が借りていたんです。期限付きで。期限付き？おじが定年退職して日本で暮らすようになるまでです。嘘でしょ。待って、それっていつなの？来年の秋です。来年の秋？あと1年しかないじゃない。だから来年には引っ越そうと思って、母の引っ越し先を探しに草津に行ったり、全国温泉巡りをしながらどの土地がいいか見て回っていたんです。母は温泉が好きですから。じゃあ今まで家賃18万も払って住んでいたの？18万なんて払ってたらケイタのお給料ほとんどなくなっちゃう。いや、私たちは管理も兼ねていたので、綺麗に管理することを条件に毎月4万でした。4万？じゃあ私たちも管理してあげるから4万にしなさいよ。おじは兄を信頼してないんです。今回の一件の流れも知ってますし、小さい頃おじの大事なコレクションに傷をつけたとか壊したとか、いい印象がないらしくて、実際家にいる時も兄が傷つけた壁とか床とか父が自費で修繕してましたしね。兄が高校を出て就職して家を出て行ってからは、とっても綺麗に家が保てるようになったこともおじは知ってます。それじゃあ信頼がないから18万だって言うの？その辺りの立地条件と広さを見れば18万でも安いくらいだと思いますよ。あと1年、綺麗に使わないと修繕費取られちゃいますからね。その家はちゃんと綺麗に返すことを条件に借りてるんですから。そんな。兄もお姉さんも家が賃貸だってことを知らない素振りだったので、きちんと説明するように不動産屋の人にお願いしたんですけど、きちんと説明しても無駄でしたね。お母さんはどこに住んでるの？教えません。りょうこちゃんと一緒なの？そうならこれからでも一緒に住みましょう。同居は嫌だとおっしゃってましたよね。よく考えたら私ウイさんだし、大先輩のお母さんがいる方がいいと思うの。母は都合のいいお手伝いさんじゃありません。初孫なのよ。初孫の近くにいたいって思うものでしょ。母は兄もお姉さんの連絡先もブロックしてますし、それが答えです。それじゃあ私たちどう生活しろって言うのよ。夫婦二人で頑張って生活してください。ちなみに私は母とは違うところに引っ越してます。どこ？教えません。
ただ彼氏と一緒に暮らし始めたとだけ。彼氏いたの？婚約者と言ってもいいでしょうね。結婚を前提に一緒に暮らし始めたので。嘘でしょ。来年の秋にはおじが帰ってくる予定だったので、私も今年中にはもともと家を出ていく予定だったんです。婚約者に相談して一緒に暮らし始める時期を早めたんですけど、毎日とっても幸せです。きっかけをくれたのはお姉さんたちなので感謝しないとですね。私たちはお先真っ暗なのに。2年前に父が亡くなって、その1年後に兄が結婚して時期を見ていたんですけど、そろそろいいかなってことで私結婚して嫁入りするので、名字も変わりますし、兄にもお姉さんにも今後は関わるつもりはないので、これで縁を切らせていただきますね。ちょっと待って、縁を切るなんて寂しいこと言わないで。お願いだから、りょうこちゃん、家族を見捨てないで。私もすぐにブロックしてしまったので二人の近況はわからないのですが、どうやら家賃の支払いはすぐに滞ったそうで、おじは家賃未払い3ヶ月で二人を追い出したとか。やはり家は綺麗とは言えず、修繕費と未払い分の家賃を容赦なく請求したそうです。兄に帰る場所はないし、お金もないので、おそらくお姉さんの実家に帰ったのではないでしょうか。子供も生まれるので、さすがに共働きでなんとか生活していると思いたいです。タイチ、ごめん、ちょっと今からあなたの部屋にお邪魔するね。え？実は今日会社に提出しなきゃいけない書類があるんだけど、こないだタイチの家に行った時に忘れたみたいなの。緊急だからごめんね。おい、やめろよひな、家主が家にいないのに勝手に入るなよ。どうしたの？お互い合鍵持ってるし、婚約してるし、急用でお互いの家に出入りすることなんてよくあることじゃない。そうだけど、とにかく今日はダメ。今部屋がめちゃくちゃ汚いんだよ。だから絶対に入るなよ。そんなの今さら気にしないわよ。私も書類が必要だし、ごめん、入るね。私の部署の部長がめちゃくちゃ怖いこと大地も知ってるでしょ。だから今日はダメだってば。待って、お願い、俺が書類取りに行くからお願い待って。ねえ大地、これは一体どういうことなの？あなたのベッドで女の人がすやすや寝てるんだけど。だから勝手に入るなって言っただろうが。なんなんだよ勝手に入りやがって。俺さっきからダメだって言ってただろ。怒るのは後にしてちゃんと説明してよ。この人は誰？なんでここで寝てるわけ？ああもういいよ、お前とは別れるから。お前には関係ないから、とりあえずとっとと出てくれる？もしその子が起きたらどうするんだよ。ちょっと急に何言ってるのよ。まずは私にちゃんとあの女を説明して。誰なのよあの女は。俺の婚約者だよ。これで納得したか？は？何言ってるの？太一の婚約者は私でしょ？婚約者は変更になったんだよ。俺はひなとは結婚しない。そのベッドで寝てる人と結婚することにしたんだから。何ですって？だから早く俺の部屋から出てってくれない？もう婚約者でも彼女でもない人が家にいるなんて嫌なんだけど。早く出てけよ元カノが。ちょっと待ってよ太一、こんなの納得できるはずないでしょ。一旦このまま会社に戻るから夜二人で話し合おう。うるせえ、お前の話はどうでもいいんだ。とにかくお前はとっとと出ていけ。ああ、出ていくときはドアの音に気をつけろよな。俺の大事な婚約者がせっかくすやすや寝てるんだから邪魔するなよ。何よそれ、こんな時にこの女に気を使えって言うの？おい、この女ってよくそんなことが言えるな。その方を誰だと思ってるんだ？何よ、ただの浮気女でしょ。こんな時に人の婚約者のベッドでつやつや寝てるなんてどうかしてんじゃないの？今すぐ叩き起こしてやるんだから。待て、お願いだからマジで待って。その子は俺たちの会社の社長の娘だぞ。は？社長の娘さん？ああそうだよ、俺社長の娘さんと結婚することになったんだ。だから悪いな、お前なんてもう必要ないんだよ。ちょっと待ってよ、どうして太一が社長の娘と結婚するのよ。っていうか私こんなの納得してないしね。やっぱり今日の仕事終わりに一回ちゃんと話し合おう。どういうことなのか私にしっかり説明してよ。悪いな、
今夜はご令嬢と一緒に社長とご飯を食べに行くんだ。だからもう終わった女に咲く時間はないんだよ。はあ？そういうわけだから書類見つけたらとっとと出て行けよ。それとお前の持ってる合鍵も返せ。玄関の鍵閉めたらポストに入れておけよ。久しぶりひなちゃん。前にひなちゃんが行きたいって言ってたライブチケット会社の関係者枠でもらったんだけど、もしよかったらどうかな。弟と二人で行ってくるといいよ。そのチケットものすごく欲しいですけど、大地と行くことはもう二度とないと思います。どうしたの？弟と喧嘩でもした？実は婚約破棄されたんです。大地はもう別の方と交際していて、その人と結婚するって言っていました。なんだって？今日休養があって彼の部屋にお邪魔したんです。そしたら彼のベッドに他の女性が寝ていました。問い詰めたら私たちの会社の社長の娘さんだと言っていました。こんなことになったのは残念ですけど、今までよくしてくれてありがとうございました。ちょっと待って、ひなちゃん待って、一回詳しい話を聞かせてくれないか。え？ひなちゃんと婚約期間中に他の女と婚約だなんて、バカ男が大変失礼なことをした。今回のことは兄として絶対にけじめをつけさせるから、その時の状況を詳しく教えてくれ。わかりました。実は太一にはすぐ LINE をブロックされて困っていたんです。冷静に考えたらこれって婚約破棄ですよね。入籍する日も二人で考えていたのに。あのバカ弟め、ようやく落ち着いたと思ったのにまたバカが再燃するなんて。え？また？とりあえずこういうのは早い方がいいよね。早速だけど明日の仕事終わりにでも会えるかな？私は大丈夫です。なら明日また連絡するよ。今回のことは本当にごめんね。家族を代表して謝るよ。おいひな、お前会社を辞めるんだったな。ご令嬢との結婚発表で浮かれる元彼を見て働きたくないからね。こんなくだらないことを聞くためにわざわざブロックを解除したの？おうやさぐれてんな。せっかく俺が慰めてやろうかと思ったのに。はあ？男にも捨てられて仕事も失ってかわいそうに。どうせ俺に捨てられた日から毎晩泣きまくってるんだろ。俺の胸でも貸してやろうか？誰のせいで私が会社を辞めると思ってるのよ。私をバカにするのもいい加減にして。なんだよ、可愛くない反応だな。惨めでかわいそうなお前にいいプレゼントだって用意してるのに、そんなに可愛げないとあげないぞ。私にプレゼントですって？お前が退職するって聞いて俺いいこと思いついたんだ。俺とご令嬢の結婚式にお前を招待してやるよ。退職しちゃうけど特別に社員席に椅子を用意してやるからな。最後の思い出に俺たちの結婚式を楽しんでくれ。はあ？それがいいプレゼントってあんたバカじゃないの？一応俺だってあんな形で別れたことを申し訳ないと思ってるんだよ。だからこそひなにはこれからは幸せになってほしいと思ってるし、早く俺以上に素敵な男を見つけて結婚もしてほしい。だから結婚式のブーケもお前にやるからな。マジでいらないんだけど。太一、あんた本気でこれが喜ばれると思ってるの？浮気したバカ婚約者とその相手からのブーケを私にプレゼント？どんだけ頭の中がお花畑なのよ。あんたの頭にブーケをぶち込むわよ。でも結婚式は会社を挙げて盛大に行う予定だし、こんなに豪華な結婚式は見たことないってくらいにするつもりなんだ。そんな式に招待されるだけでも嬉しいだろ。料理だって美味しいに決まってるし、来るだけでも癒されると思うんだけどな。はあ？それに突然の退職で部署でもお別れ会とかできてないだろ。だったら俺の結婚式を最後の思い出にしたら一石三鳥的な。いいアイデアだろ。せめて物お詫びに豪勢な結婚式の招待状を送ってやるからな。俺たちの幸せをかわいそうなお前に分けてあげるぜ。社員全員欠席なのに？え？それどころか新郎家族全員欠席だっけ？そんな結婚式に招待しないでくれる？幸せを分けてもらうどころか吸い取られそうだわ。はあ？
新郎家族全員欠席っていうか社員全員欠席だと。なんだよそれ、そんな話は聞いてないぞ。ご令嬢も豪華な結婚式をやりたいって言ってるんだし。欠席する家族に自分で聞いたらどう。それじゃ退職前の引き継ぎで私忙しいのよね。どうしよう、なんで結婚式に来ないんだって聞いたら兄貴と両親がブチギレだよ。お前は一家の恥さらしだって、結婚したら家庭を持つ身として出ていけだって、俺とはもう二度と会わないって。なんで慌てる必要があるの、まともなご判断じゃない。どこがだよ、俺はご令嬢と結婚するんだぞ、社長息子になるんだぞ、そんなの誰よりもすごいことに決まってるじゃないか。そしたらあのいつも余裕ぶってる兄貴よりも俺が優位に立てるのに、父さん母さんも兄貴も俺を見直すと思ったのに。大地にとってそんなにお兄さんよりも優位に立つことが大事なの。当たり前だろ、だからご令嬢から声をかけられた時にこの人と結婚したら俺が逆転勝ちできると思ったのに。なのに逆転勝ちどころか絶縁って嘘だろ、なんで誰も俺を褒めてくれないんだよ。ご両親に絶縁されても大地には義理の父になる社長がいるじゃない。その社長にもついさっき呼び出されたよ。新郎家族が来ない結婚式なんて恥ずかしくて社員を出席させられるか、結婚式は小さく済ませろって怒られるし、なんなんだよ、なんで俺の思い通りにならないんだよ。正式に弟とは家族みんなで絶縁したよ。結婚式不参加も向こうのご両親にお伝えしたし、これで大体のことは片付いたと思う。お疲れ様でした。私のところは昨日太一から連絡が来ましたね。絶縁を言い渡されてだいぶ怒ってる様子でした。本当にうちのバカ弟がごめんね。こないだ会った時にも話したけど、弟は昔から兄の俺が気に入らないらしくてね。そんな俺を中心に家族みんなが絶縁を言い渡したから、より一層怒ってるんだと思う。なんとなく兄弟間の仲が良くないと思っていましたが、これほどまでとは思わなかったです。負けず嫌いな性格が弟のいいところなんだけど、それも行き過ぎると面倒なんだよね。勉強も部活も俺に勝てないからって俺を目の敵にするんだもん。ご両親から聞いた話ですけど、ひろしさんは東大首席合格でしたっけ。それに今は外資系企業で結果出してて、私たちに関係者チケットを譲ってくれるくらい優しくて、そんなお兄さんがいるとどうしても自分と比べちゃうんでしょうね。ひどい時は俺の彼女を略奪したり、俺への敵対心が変な方向に行っていた時期もあったんだけど、それも君と付き合ってからは落ち着いて、俺も両親もほっとしていたんだけどな。でもまさかこんなことになるとは。ご令嬢に声をかけられた瞬間、ひろしさんに勝てるチャンスだと思ったそうですよ。両親も申し訳ないと言っているし、この度は本当に愚弟がごめんね。落ち着いたら俺たちから弟に君への慰謝料をしっかり払わせるから、そこだけはもう少し時間をもらっても大丈夫かな。はい大丈夫です。むしろ丸投げにしてしまいすみません。ひなちゃんが謝ることじゃないよ。それとまたちょくちょくライブチケットを譲るから、その時もまた連絡するね。何から何までありがとうございます。なあひな、俺たち復縁してみないか。は？あなたご令嬢との結婚はどうなったのよ。あれ会社から聞いてないの。私昨日付で退職したの。じゃあ説明するけど、俺とご令嬢の結婚は中止だよ。ご令嬢が俺じゃなくて兄貴と結婚するとか言い出して、もう結婚どころの話じゃなくなったんだよ。え？どういうこと？俺の家族が来ないから挙式の規模が小さくなるって伝えたら、ご令嬢がブチギレでさ、その後すぐに俺の実家に乗り込むわ。そこで俺よりも学歴も年収も高い兄貴に惚れて、この人と結婚するとか言い出すわで、もうめちゃくちゃなんだよ。うわ、ひろしさんもかわいそうに。何言ってるんだよ、かわいそうなのは俺の方だろ。え？こんな惨めな婚約破棄ってないよ。もちろん兄貴はご令嬢のことなんて振ってたけど、そしたらご令嬢が俺に逆ギレして、俺の顔を見ると兄貴のことを思い出してムカつくから、パパの会社辞めてとか言ってきてさ。
本当に何もかもがむちゃくちゃね。そうなんだよ、もうむちゃくちゃで惨めで、もうそんな俺にはお前しかいないんだよ。だから頼む、俺と結婚してくれ。もう俺にはお前しかいないんだよ。やっぱり結婚しよう。お前もまだ俺のこと好きだよな。お前は俺のそばにずっといてくれるよな。誰がいるか、このカス野郎が。え？いや当たり前でしょ。とりあえずあんたは私に婚約破棄の慰謝料を払いなさいよ。婚約破棄の破棄だ。結婚するから慰謝料なんて必要ないだろ。は？頼むよひな、俺を見捨てないでくれ。こんな形で仕事も失うなんて、両親も兄貴も絶縁を解除するつもりはないって言うんだ。ひなに捨てられたら俺は正真正銘のぼっちだよ。ぼっちになってなさいよ、このお花畑野郎が。そんな、先に私を捨てたのはそっちでしょ。それなのに都合のいいことを言ってんじゃないわよ。優秀なお兄さんに嫉妬してる暇があるなら、まずは常識を身につけなさい。まずはそこからよ。その後、太一は会社を辞めることになったのですが、職場の社長の娘に手を出してクビになった男という噂が流れているようで、なかなか次の仕事が決まらないそうです。ひろしさんとは転職先が決まったらすぐに私へ慰謝料支払いの連絡をしてくれることになっています。絶縁したといえど、またバカな弟が変なことをしていないかずっと見張るつもりだとおっしゃっていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。